ではハイライトをお送りしましょう。バリントン森が先発をしました。1回の表楽天の先制チャンス、2アウト3塁、松井和夫、解説村上さんにも話を伺ってまいります。これはもう三遊間うまく打たれました。そうですね、もう無理しせずに空いてるところに打ちに行くっていうのね、はい、まあ、バリントンの球も高いっていうのもありったんですけどね、森雄大は今シーズン初登板初先発、初回ランナー三塁において中島に同点タイムリーヒットを打たれます。その後満塁のピンチ、ワンアウト満塁で竹原です。よく打ちましたよね、追い込まれてから、ね、ファウルで粘った後ですもんね。そうですね、変化球にうまくタイミングを合わせました竹原、2者生還で3対1、オリックス逆転。さらに T 岡田、素直にバットを出していけたっていうね、はい、バッティングですね、4点目です。4対1、フランコホームに帰ってきました。森は初回4失点でした。3回の裏また満塁のチャンス、2アウトになっていますが満塁で山崎勝樹です。打ってくれました。この点はね、あまりねクローズアップされませんけど、流れを待たさないためには本当に大事な2点だったんですよね。そうですね、はい、6対1、5点差、楽勝ムードも漂ったんですが、4回の表バリントン突然乱調、ノーアウト1・3塁、増田、タイムリーヒット6対2、満塁で次福田を迎えるところ、ストライク入らないんですね。初球をずっと狙われ続けて、今度大事に行き始めてボール、ボールになってしまったんですよね。福田フォアボール押し出し、藤田タイムリーヒット、6対4となってバリントン降板。今日は3回3分の1、63球、マウンドを降りました。ピンチに甲斐だ、ここは、ね、はい、打たれてしまいましたけど、その後しっかりと、ね、投げてくれましたんでね。そうですね、6対6同点になりました。森は4回先頭バッターにフォアボールを与えてマウンドを降りました。2番手武藤です。チャンスにカラバイオ、これが決勝打なんですね。そうですね、うまく右方向に打ちました。6回の表2アウトランナー1塁2塁、塚原ピンチで迎える松井から三振を取ります。中盤踏ん張った塚原、6回の裏ワンアウト2・3塁、ここ1本欲しかったんですがブランコが、そうなんですよね、はい、そして鉄平もファーストゴロです。まだね、混沌とその勝負の、ね、どっちに行くかっていうね、混沌としてたんですけれどもね、島7回の表ドアトランナー1塁2塁でピンチヒッターで登場しましたがライトフライ、リリーフ陣が踏ん張ります。ちょっと抑えて、ね、でここですね、はい、7回ここでも完全に決めたっていうね、一打になりましたからね、はい、西の7回貴重な追加点、タイムリーヒットを打ちました。8対6、2点差。8回佐藤達也、9回は広野義久、最後のバッターペーニャ、キャッチャーゴロでした。3人をもう手玉取ってしまいましたからね。そうでしたね、はい、これで試合終了となった今日の試合、8対6、バファローズイーグルを下しています。3連戦1勝1敗、今日15本のヒットを打って8点取ったバファローズです。